マリで出土した赤土を素焼きしたい手の像。エビラとユミはマリの王権の象徴であった。スンジャタ・ケータはマリ帝国の子祖とされる英雄。マンデゴで、スンデイタ・ケータと発音される。壮麗なメッカ巡礼で知られるマリの支配者マン・サムーサは、スンジャタの弟の孫にあたり、モディボ・ケータやサリフ・ケータなどに代表されるケータの名を持つ人々は、 スンジャタの子孫を称している。スンジャタ・ケータは、マンデ人の高等伝承である、スンジャタ・ジョジシに登場する中は伝説的な人物で、あるが、エジプトやマグレブの文筆家による、アラビア語文献により実在が裏付けされている。スンジャタ・ジョジシは、スンジャタの生涯を物語る、英雄譚であり、グリオと呼ばれる、吟遊詩人により、世代を超えて伝えられている。現代のバラフォン、 スンジャタ女ジ児ジシの語りにはバラフォンが欠かせない。スマングルカンテの持ち物であった魔力を帯びたバラフォンは、スンジャタのグリオ、バンラファ世ケに盗まれてしまい、マンディンカ人の国に受け継がれることになった、マンデ人のグリオが伝える、スンジャタ女ジ児ジシによると、スンジャタケータは、ナレマガンコナテと、ソゴロンコンデの息子である。スンジャタは、生まれつきの足苗であったため、ソゴロンは、 息子の体のことで他の嫁たちからあざけ笑われていた。母のいじめられる姿を見たスンジャタは激しい思いを心に抱き、同い年の子供と同じように歩くため、どんなことでもやろうと決心した。努力が実り、スンジャタは立ち上がり、歩き始めた。スンジャタはガキ大将になった。スンジャタとそごろんをことのほかいじめていたのは、 父方のいとこのダンカラントゥマンとその母サススマベレテ、である。いじめは、ナレマガン王が亡くなるとさらにひどくなった。スンジャタの命に危険が迫る。ソゴロンは、迫害から逃れるため、スンジャタとその妹たちを連れて、放浪の旅に出た。安全を求めて、ガーナの諸国をさすらう旅は何年にも及び、ついにメマの王の庇護を得た。メマの王は、スンジャタの勇気と、 不屈さを高く評価して、彼に王国の相談役の地位を与えた。ある時、祖祖の王、スマングルがマンデ人を征服した。マンデの民は不術を行うと、ソゴロンとその子供たちが皆を率いるよう運命づけられていることが分かった。そこで方々へ使者を送り、ソゴロンを探した。使者らは、目まで、ソゴロンと済んじゃったを見出し、諸部族の解放のために、 故郷のマンデ人の地に戻ってほしいとスンジャタを説得した。スンジャタの帰還にあたり、メマの王は彼に兵を伴わせた。当時のマリーには、タボンワナ、カマジャ、カマラ、ファオニコンデ、シアラクマンコナテ、ディラマカントラオレといった軍友が拡挙していた。彼らは、強敵であるソソの王から、マンデの地とその民を解放するため、シビの原で、スンジャタと義兄弟のちぎりを結んだ。 スンジャタとき兄弟たちの兵は、キリナでスマングルを破り、スンジャタは、マンサになった。スンジャタ女子史は、核事件が起きた年がいつであるのかをつまびらかに、していないが、イブン・マトゥータや、イブン・ハルドゥーン、イブン・ファドル・ダー・ウマリー、マフムード・カーティといった14世紀から15世紀の文筆家によるアラビア語文献が、マリ帝国のマンサの系譜や、核事件の おおよその年代を伝えており、13世紀中頃に実際に起きた歴史的事件に基づいたものであると言える。スンジャタの生没年は不詳だが、ジョジ史とアラビア語文献に基づいて推定は可能であり、例えば、スノットグラスは1217年生1255年、没とした。スンジャタは、交渉伝統や文字資料において、ソゴロンジャタ、 スンジャタ、ケータ、マリジャタなど、複数の呼び名、異名があるが、ソゴロンは、母親の名前に由来し、ジャタは、マンデ語でライオンを意味する、ジャラに由来する言葉である。結出した人物をライオンと呼ぶのは、セネガンビアからニジェール川上流域にかけての、西アフリカ社会における伝統的様式である。スンジャタの、スンは、ソゴロンの変形した、ソンゴロンの頭の部分から来ており、 スンジャタの名前は、ソンゴロンのライオンがつづまって構成されたものとみられる。スンジャタの名字は、ケータとされるが、本来は、コナテではないかという説がある。その根拠は、スンジャタの父と伝わるナレマガンコナテは、名前の末尾に、コナテとあるからとされる。この場合、ケータは、継ぐものを意味する、マンデゴとされる。一方で、ケータは、 名字ではなくクランを表示する名称であるとする説もある。確かに西アフリカ社会ではクラン名が名字に類似する場合もある。しかしながらケータとコナテの間にそのような類似はない。以上の2説ともに共通する論点としてはケータが本当の名字ではないということである。現状としてはスンジャタコナテと呼ぶことに学術的コンセンサスはなく、 ほとんどの学術的文献では、スンジャタ・ケータと呼ばれている。西アフリカ史研究の草分けの一人、モリス・ドゥラフォースは、かつて次のような説を唱えた。まず、スマングル・カンテの祖父とカニアガの祖素系貴族が、ガーナ帝国の給料を奪った。次に、1180年までにスマングルの父、ジャラ・カンテが、クンビー・サーリーフの支配権を握るとともに、ムスリム系の王を退位させ、息子、 スマングルに国を継がせた。次に、スマングルがマンデジンを攻撃した。しかしながら、このドゥラフォース説に対しては、モンテユ、コルヌバンなど多くの研究者が異議を唱えており、現在では否定されている。ジャラカンテなる人物は、交渉伝統には現れず、ドゥラフォースが独自に原点に付け加えた人物であった。研究者の間で意見の一致を見ているのは、 マンデジンに対するスマングルの略奪から生き延びたスンジャタが粗相帝国に対抗する者たちの援助を得て1235年頃に再戦したという歴史的事実があるということであるスマングルは勇敢な戦士であったがこのキリナの戦いで敗れたスマングルは伝説的な英雄であってグリオが使うバラフォンや弾の発明者であるスンジャタは キリノの戦いに勝利を収めると、ソソジンが、かつて征服した諸州の支配権を握り、それらを優先的に処分する権利を得た。そして、ジョロフの王など、スマングルの同盟者は後に討伐された。セレール人の交渉伝統によると、セレール人のジョロフ王はかつて魔術師に協力し、その後、スンジャタイカの将軍の一人、ティラマカントラオレに打ち負かされたという。その王は、 スンジャタが馬の買い入れのため、配下に命じて金を積んだ対象をジョロフに送った際、金も馬もすべて奪ってしまったという。ジョロフ王はスンジャタの馬を押収し、その川と共に、お前は馬に乗るに値するカ人ドでも王でもないのだから、この川で靴でも作るがよいというメッセージをスンジャタの元に送りつけた。これが世に言う馬泥棒事件であり、その復讐のため、 スンジャタは将軍をジョロフに送り王を暗殺せしめた。この交渉伝統に登場する王こそがキリナの戦いでスマングルに味方したジョロフ王であると推定されている。また、ジョロフ王国の中でもディオ・チョウヤン・ディ・チョウに先立つアンガー・ム・チョウの王の一人であると推定されている。ジブリル・タムシルニアヌはジョロフ王とスマングルの同盟について イスラーム界の抵抗の意味合いがあったのではないかと一歩踏み込んだ解釈をしている。ニアヌはスンジャタがムスリムであったのではないかと推定した。ところがジョン・フェイチによるとその主張の根拠となるような交渉伝統女子史は全く存在しない。スンジャタの親民は先祖伝来の宗教を牧首し、スンジャタもまたそうすることで親民の支持を得ていたとするのが通説である。 その他、スンジャタは、ムスリムではあったが伝統宗教も重んじていたという、説がある。スンジャタの後を継いだマンサは、真っ赤巡礼で有名なマンサムウーサは言うに及ばず、スンジャタの息子とされる、マンサウリケータも含めて、皆ムスリムであったとされる。スンジャタの英雄譚の中では、スンジャタの祖先は、ビラール・ブンラバーフとされており、スンジャタ自身がズルカルナインの末裔だと語る箇所もある。 ニアヌは、スンジャタが放浪中、ヒセの町で、イスラームに触れ、ムスリムのローブをまとって、故郷のニアニに戻ってきたのではないかと推測する。ニアニにはモスクが一つしかなく、スンジャタの母が、ビスミラーと唱えるのみであったが、少なくとも、ビスミラー程度の専門用語は知られていたと言える。スンジャタが実際にムスリムであったか否かは不明であるが、ラルフ・オーステンが、 イスラーム化された文化と呼ぶもの、つまり、ムスリム、ヒムスリムに関わらず現地の住民が、アラブイスラーム文化を、自己の文化に統合したものにスンジャタの英雄譚が、影響されたことは明らかである。14世紀に、マリ帝国の勢力範囲は、大西洋からニジェール川に沿って東方に伸び、ハウサランドにまで及んだ。キリナの戦いに勝利を収めたマンサスンジャタは、 現代のマリ共和国とギニア共和国との国境付近にあったと見られるニアニに兄に、とを定めた。その後も、ティラマカントラウレをはじめとする優秀な武将の協力を得ながら領土拡張を続け、ガーナ帝国の丘陵はすべて支配下に組み入れた。ジョロフ王はティラマカンにたしめ、ジョロフ王国を服属させることに成功した。ティラマカンは、 かつてのスマングルの同盟者たちを討伐するうち、現代のセネガル、ガンビア、ギニアビサウに相当する地域にまで分け入った。ティラマカンは、バイヌク人の王、キキコと戦い、現在のギニアビサウに相当する地域の内陸部に、あったキキコの国をマリのハントに組み入れるとともに、その国の名をカーブ国とした。スンジャタ自身は、ジャフヌと北の征服を担った。 征服地は皆スンジャタに従い、スンジャタの威信はマンサの称号に違わぬものとなった。しかし彼は絶対的な君主にならず、マリ帝国は各部族がマリの宮廷に代表を送る連邦制のような体制をとったとされる。各部族に序列があり、最も優先される部族がトラオレ、カマラ、コロマ、コンデの各氏族とケータスへの氏族であった。 マンサには神民に直令を実行させたり、後継ぎを選んだりする権力があったが、その権力の執行を監視する役割を持つグバラと呼ばれる議会が存在した。13世紀から14世紀後半にかけて帝国は最盛期を迎えたが、その後は属国の中にはマリエの服属関係から脱却して自立する国が現れ始め、次第に衰退した。 かつての属国の中には独自の帝国を構えた国もあった。マンサ・スンジャタ・ケータの没年はおよそ1255年頃というのがむね受け入れられている見解である。死因については諸説あり、一つは、親民の前に姿を見せている時に暗殺されたという説である。ドラフォスは、スンジャタは儀式の最中に誤って矢でいられて死んだという説を唱えたが、 疑問視されている。20世紀後半から、スンジャタは、3から2川を渡ろうとして溺れ死んだのではないかという、説が有力視されている。3から2川には、スンジャタの深みを意味するという聖域が存在する。マンデ人の伝統では、王母の所在地を明らかにすることを禁じているため、墓所は、不明である。スンジャタの時代に、マリの帝国的膨張を可能にした主要な理由は、 強大な軍事力であった。マリの征服事業は、寸者た一人の功績に帰することはできず、ティラマカントラオレをはじめとした武将たちがいて、初めて可能になったことではあるが、13世紀の西アフリカ軍事史全体から見ると、それら武将たちに忠誠を誓わせることができるだけの、優れた戦士であり、統率力を持った存在であった。その後、 マリー帝国のマンサの地位は、スンジャタの三人の息子たち、マンサウル・ケータ、マンサ・ワキ・ケータ、マンサ・ハリファ・ケータが、順に継いだ。スンジャタの後を継いだマンサたちは、帝国内の交易路と均衡をコントロールすることにより、スンジャタが固めた基礎の上に、経済的な強国マリーを打ち立てた。スンジャタ・ケータの地政下では、グブラの制度とクルカンフガという検証が作られた。 クルカンフ側文字化されることなく区伝で世代を超えて受け継がれるものであるが一度も改変されることなくマリの社会的、政治的規範の一つとしてあり続けた。スンジャタは十二カ国の軍事力を統一することによりニジェール側から西の大西洋に至るまでの諸部族を支配する皇帝、マリのライオンキングになった。ウォルトディズニースタジオが1994年に制作した。 アニメ映画、ライオンキングは、中世マリの人物を動物たちに置き換えて、スンジャタの物語を再構成したものである。エレン・スノットクラススンジャタ・ケイタは単なる支配者に、とどまらず、マリにモメント織物を導入するなど、社会基盤と農業の発展にも寄与したと言われている。スンジャタジョジ氏は、西アフリカのみならず、全世界の初等教育機関や高等教育機関でも、教えられている。 ウォルト・ディズニー・スタジオが1994年に制作したアニメ映画ライオン・キングやそれに基づくミュージカルライオン・キングはディズニーの公式な主張としてはシェイクスピアのハムレットを下敷きにしているとされているが一部の学者の中には13世紀に作られたスンジャタ・ジョジシとの類似性を見て取る者も,もいる。ありがとうございます。